キングジムチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。今回はひとときの新商品、氷印とひとときノートの新作ラウンドジップタイプをご紹介したいと思います。最後までご覧ください。それでは早速紹介していきます。今回紹介する2アイテムはこちらのひとときの新商品となります。まずこちらのひとときノートの新作ラウンドジップタイプですが、これまでのひとときノートとは大きな違いがあります。それがこちらのファスナー仕様です。これまでひとときノートはシンプルなソフトカバーを採用していました。今回手帳グッズもまとめて持ち運べるように収納力を上げた仕様になります。それでは細かいポイントを説明していきます。1つ目が軽量なプラスチックファスナー仕様で開閉しやすく手帳グッズが持ち運びやすいという点です。このようにスムーズにファスナーを閉じることができます。ファスナー仕様だからこそペンも一緒に持ち運べてカバンの中でノートをしっかり守ってくれます。2つ目は傷や汚れがつきにくいカバー素材という点です。何度も開いたり閉じたりするからこそ傷や汚れがつきにくい素材になっています。3つ目がすぐに使い始められるノートと下敷き付きという点です。これまでのひとときノートと同じく3点セットになっています。ひとときノートは毎回下敷きの色を変えているのですが、今回はグレーを採用しています。4つ目が最大のポイントでして、たっぷり収納できるポケットになります。まず開いた左側にはフラップポケットがあり、表面にはコフレやステッカーなどを入れるのに便利です。裏面にはキッタなどを収納できるカードサイズのポケットがあります。またトップからも収納することができ、縦長のシートシールや定規、ハサミなどの薄い小物が入れられます。フラップ式なのでノートを書くときには邪魔にならないのが特徴です。さらにポストカードなどの紙のものを入れるのにおすすめのポケットが左右についていて、右ポケットはノートの差し込み部分にもなっています。ノートの裏表紙をポケットにセットしてお使いください。ラインナップはこのようになっています。コミックサイズとパスポートサイズの2サイズ展開で、こちらはコフレをデザインしていただいたスマニムさんのデザインになります。こちらは人気のおやつ屋さんの小山出さんのオリジナルキャラクタークマッキーがあしらわれています。次に氷印を紹介します。ゲストは開発担当の望月さんです。望月さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの透明の四角い綺麗なインテリアっぽくも見えるんですけれども、こちらはどのような商品なんでしょうか。こちらはですね、透明なパーツで作られたスタンプになります。いわゆるやっぱり木製のスタンプですとか、あの持ち手の部分が透明ではないスタンプが多いと思うんですけど、私もそういうスタンプがすごい大好きで、コレクションして手帳のデコに使ったりしてるんですけど、これらを使ってる中で細かくこう位置調整ができるようなスタンプがもう少しあればいいのになっていう気持ちがあったので、今回は全てのパーツを透明で作ってあるスタンプを開発したという経緯になるんですけれども、この今パッケージに入っている状態ですと、あの柄が分かりやすいようにパッケージに印刷されているのでちょっと分かりにくいのですが、開けるとこんな感じで、うわ、全てが透明のパーツで構成されているようなスタンプになります。めちゃめちゃ綺麗ですね。ありがとうございます。持ち手の部分はアクリルでできていて、印面の部分はゴム素材で作られています。望月さん、はい、他に特徴だったりこだわった点とか教えてもらってもいいでしょうか。はい、例えばこうインクをつけた時に実際ちゃんとインクが乗っているかついているかっていうのも分かりやすいっていうところも便利な点だと思います。あ、今綺麗に青いインクが乗ってますね。はい、そうなんです。結構スタンプ使う時ってインクをつけてるつもりでも端っこがついてなくて押してみてかすれてしまってるところで気づくっていうことが多かったんですけど、うん、こうつけてる時にあちゃんと全部についてるなっていうのを確認してからこう押すことができるので失敗が少ないっていうところが特徴です。めちゃめちゃ機能的ですね。この透明を生かしたこの機能ですね。はい、持ち手がアクリル素材ですのでちょっとインクがついちゃった時にも拭き取れば汚れはすぐに落ちるという点も便利だと思います。では実際に押してみますね。インクのつき具合を確認できたら押したい位置に合わせて、この上から透けて見えるので
こう細かく位置を調整できます。で位置を決めたら真ん中ちょっと押すと綺麗に押せるのでおすすめです。なんかよく見るとドットとかで構成されてるんですか？そうなんです。スタンプを使う時のちょっと悩みとしてノートの裏にインクが裏抜けしてしまって次のページが使いにくい時が多々あったのでなるべくインクをつけても裏抜けしないような工夫ができるようなデザインにしたいと思って今回開発したんですけれども漫画のスクリーントーンみたいにインクがべったりつく面をなくして塗りつぶしにしたいデザインはドットですとか編み編みにしたりですとか塗りつぶしのイラストなんですけどべったりインクがつかずノートの裏にインクが抜けにくいっていうようなデザインを意識して一式今回作りました。そこがもうデザインとか機能も加味した上でのこだわったところ、ね、そうですね。はい、これらを使ったちょっと手帳ですとか少しご紹介をさせていただきます。お願いします。こちらはこの木のスタンプを使った手帳になります。シンプルに同じ色のインクを使ってちょっと公園っぽくたくさん押して装飾した後に最後こちらの女の子のスタンプを色を変えてここに押してるっていうです。でこの女の子の髪の毛の色だけ変わってるんですけどこれは後から自分であの茶色いペンであの髪の毛だけ色を変えたりしても可愛く仕上がるっていうポイントになります。すごい。スタンプを使った上に自分で塗って。そうです。色ペンと組み合わせて使っても可愛く仕上がります。であと最後にこの辺の草も手書きで足すとよりこうなんでしょう公園っぽさというか草っぽさっていうのが出て可愛く仕上がると思います。で間に文字を書くっていうようなイメージですね。で他はですねこちらもバラの山というこちらのスタンプを使った手帳になるんですけれどもグラデーションのインクを使って押しています。あらかじめこういうランダムな形に切り取った画用紙の上にグラデーションの山のスタンプを2個連続で押すことで山並みっぽくなります、うん、単品で1個押していただくだけでもいいんですけどせっかくならこうアルプスっぽく見せるといいますか大きな山並みっぽく見せた方がこのスタンプは結構可愛く使えると思います。こちらですね。これは馬とキラキラのスタンプの組み合わせにしてるんですけど実はこれ馬はこのセットの方の右下の馬の柄を使っていましてあとバラの単体のこのキラキラ柄を使っています。でこの手帳の作り方のポイントとしてはあえてはみ出すっていうところです。馬の色を変えてるっていうのもあるんですけどこう枠内に収めずにあえてちょっとはみ出して押すっていうことをすると勢いが出ると言いますかで連続して押すことで馬の群れっぽくなると言いますかでそこに対してこのキラキラのスタンプを連続して押してるんですけどこの連続して押す時も透明だからこそ位置合わせがしやすいのでなるほど星の位置が変に被らずと言いますか細かく位置合わせしながらこう楽しめるようなそこを生かした手帳になります。ありがとうございます。もう一個いいですか。こちらはフラッグセットというセットを使って作った手帳になります。これはあのフラッグという言い方してるんですけれども一つ一つが旗のようなデザインになっているので色別にこうインクをつけていただいてガーランドのようにこうちょっとだけこう反らせて、うんうん、旗がつながっているように押していただくと可愛く使えるものになるんですけれども思いっきり1ページだけではなくて見開き使って作った手帳になります。いろいろ試してみたんですけどフラッグの一個一個の色を変えるのも可愛いですしこのフラッグのまとまりごとに色を変えるっていうのも結構締まりが出て良さそうだなと個人的には思ってます。この氷印を使った、テクニックを教えてもらってもいいですか。はい。手帳のデコレーション以外にもメッセージカードですとか便箋ですとかお菓子のタグに押していただくっていう活用法をご紹介しているんですけれどもその中でちょっとおすすめの押し方があってこれは大きいバラサイズのホラ柄を使っているんですけどまず一色使って押していただいた後にちょっと薄めのインクを使って
て、あえて1ミリぐらいずらして押していただくと、すごい半ズレ風の仕上がりになって、これもまた結構可愛くておすすめです。これやっぱ氷印だからこそ、このちょっとした半ズレをあえて出すことができるってことですね。そうですね、ずらし具合を確認しながら押しやすいので、結構精度高めに作れると思います。私はこれ今タグにして見本を作っているんですけど、タグではなくて手帳でも同じようなことしていただけますし、今虎っぽく黒と黄色にしましたけど、例えばこういう山だったりと緑と黄色とか、さっきのグラデーションのやつとまた全然違いますね。そうなんです、グラデーションの山でしたけど、これは半ズレの山、うん、同じ一つのスタンプからもやっぱり普通のシールと違ってインクの色を変えることで幅が持たせられるっていうのがスタンプのいいところだなと思ってまして、その時の作りたいものに合わせて押し方ですとかインクの付け方変えて楽しんでいただけると思います。なんか自分でいろんなパターンを組み合わせたりだとか、自由度がすごい広いですね。そうなんです、それが一番スタンプの素敵なところじゃないかなと思ってます。では氷印のラインナップについて教えてもらってもいいですか。はい、大きく3つのまとまりがありまして、1つ目が小さいサイズのバラ売り、もう1つが大きいサイズのバラ売り、こちらは、アクリルサイズが 22mm×22 で、こちらが 33mm×33mm です。小さいサイズが20種類、大きいサイズが10種類ございます。それとは別にこの6個セットというものもございまして、こちらは長細いパーツとこのちっちゃいサイズのバラ売りのサイズのものが合わせて6個入ってるようなセットになるんですけれども、こちらは6種類ございます。全てのデザインで被りはございません。じゃあ追加で購入してもデザインが被ってしまうってことはないってことですね。はい、そうです。ではちょっとセットの方についてもう少し詳しく教えてもらってもいいですか。はい、セットはですね、ちょっと開けてみますね。こんな感じでデザインシートとこの説明書がついてるんですけど、実際お使いいただくときはこの状態になると思うんですが、この長いハンコがどの種類にも3つ入っていて、この小さいサイズのハンコがまた3つ入ってます、うん、で箱付きでして、こんな感じで青い箱が付いています。でこの中面の白いところに特殊な加工がされているので、このゴム印がどうしてもくっつきやすいっていうところがあると思うんですけど、ここの箱に入れていただくと全くくっつかず長く保管できますし、すっきり綺麗に収納できますので、使っていただいた後は常にこの箱に入れて保管していただくっていうのがおすすめになります。というわけで、ひとときの新商品氷印とひとときノート第4弾のご紹介をしました。望月さん、ご紹介いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回もご覧ください。さよなら。さよなら。